で、このマイギャップですけれども、何の略かというと、ここに書いてありますけれども、マイクロビアルジノームアノテーションパイプラインの略としてマイギャップです。で、もともとはですね、2009年頃からスタートしております。もう少し前から実は、計画、こういうツールを作らなければいけないねという計画をずっと話しておりまして、DBCLS のプロジェクトの一番最初からですね、この微生物ゲノムアノテーションツールをとにかく開発しようということになりました。で、その、今日私、黒川が説明させていただいておりますけれども、このソフトウェア自身をずっと昔から作っている、インシリコバイオロジーの大山先生、あとは遺伝研の菅原先生という方々と一緒になって作っている状況であります。で、これはもう言わずもがなかもしれませんけれども、ゲノム科学というのがですね、新型シーケンサーのおかげで爆発的に発展しています。で、特に一番最初454という機械が2004年に登場いたしますけれども、この登場によってですね、さらに加速度的にいろいろなシーケンス、これちょっとデータが若干古いですけれども、加速度的にいろいろなゲノム、生物種のゲノムが今解き明かされようとしています。で、昔1000人1ゲノム計画までやってますけれども、こういうものとかですね、もっと1万種類の哺乳類のゲノム計画であるとか、あと1万種類の微生物のゲノム計画、あとさらに最近では、ホロゲノミクスというような形で、メタゲノミクスをもうちょっと超えるような大規模な生態系すべてをゲノム解読しようじゃないかなというプロジェクトも、世界では出つつあるところであります。で、これも少し、データが古い2010年のデータですけれども、中でもバクテリアっていうのはゲノムサイズがものすごくちっちゃいわけで、でその、ゲノムサイズがちっちゃいがために、ものすごくこの新型シーケンサーの恩恵を預かっていると。で、したがってこれはゲノムプロジェクトの数ですけれども、プロジェクトの数自身はですね、他の、ユーカリオートとか他のプロジェクトともう全然差し置いて、微生物のゲノムプロジェクトというのが世界的に伸びているという状況にあります。で、このような時代が、いずれ来るだろうなと、2004年に新型シーケンサーが登場いたしましたので、それ以降絶対こういう時代が登場するだろうなということで、我々は2007年ぐらいからこういう誰でもできるようなアノテーションツールっていうのを作っておかないと将来大変なことになるぞということで計画を始めて2009年にオープンいたしました。で、もう一つ、このように、新型シーケンサーが発展する背景で微生物ゲノムがどんどん呼ばれる背景には、これも、よくある図ですけれども、やはりですね、シーケンシングのコストというものが圧倒的に下がりつつあるという背景があります。で、まだ、出ると言ってなかなか出てきませんけれども、この、イギリスオックスフォードのナノポア社、オックスフォードナノポア社なんていうものが開発しているこの手のひらサイズに乗るシーケンサーですね。で、これ USB メモリのようにしてパソコンに挿して使ったりすることもできるんですが、こういう使い捨てのシーケンサーなんかが出てきますと、ますます簡単に微生物なんていうもののゲノム配列を決定していくということができる時代がもうすでにここに来ているということです。しかしながらですね、ゲノムシーケンスはこのようにものすごく、シーケンサーの発達とコンピューターの発達によってゲノムシーケンス自体は比較的容易に出すことができる時代になったんですけれども、その後じゃあそのゲノム上にどういうことが書かれていて、何がコードされていて、このバクテリア自体はどんな生活感を持っているんだろう、あとは例えば病原性に関するような因子っていうのをどういう種類のものをどれぐらい持ってるんだろうっていうようなことを解析するためには、やはりそこは相変わらず人がきっちり、研究者がきっちりとそのゲノムを解析をして決定していくという必要性が出てまいります。で、その部分っていうのは未だにそれほど、大きく時間が短縮できているものではありません。で、さらに、SRA データベース、これはショートリードアーカイブという NCBI のデータベースで、これは DDBJ では DRA アーカイブという、DDBJ リードアーカイブという DRA という呼ばれるデータベースですけども、これはシーケンシングをして出てきた、今新型シーケンサーだと非常に短いリードばっかり出てきますけれども、それをそのままダイレクトに登録をしていくというデータベースです。したがって先ほど少しちらっと話が出てきたメタゲノム、私が今専門としているメタゲノムなんていうデータはほぼ全てこの SRA というデータベースの中に格納されています。で、これ自身も猛烈な勢いで今伸びていっていまして、もうペタを超えるスケールになってきています。で、このままずっと進んでいくと、いずれもうエクサ
ペタの次がエクサですけども、その時代がもうそろそろ見えてきているだろうと。で、我々はそれに対して準備をしておかなければいけないというふうなことになっているわけです。で、その中でこのマイギャップですけれども、マイギャップ、まあ、2006年ぐらいから、徐々に、2009年ですね、ごめんなさい、オープンをしましたけれども、それ以来、どのような、どのぐらいその伸びていってるか、利用が伸びていってるかというグラフです。まあ、横軸が、年月ですけれども、縦軸が、まあ、ダブルYになってまして、まあ、基本的に今ですね、マイギャップを使ってアノテーションされた遺伝子の数っていうものがどういうふうに伸びていってるのかというのを表しています。ちょっとここ一部データが取れてませんけど、これは何かというと、DDBJ のコンピューターシステム、このマイギャップ自体は DDBJ のスーパーコンピューターの下で動いてますけれども、DDBJ 自体が、そのスーパーコンピューターが移行する、新しいものにリニューアルするときに、この部分は、お休みをしておりました。で、まあ、その後ですね、まあ、現在も含めまして、急激な勢いでマイギャップの利用者というのは増えていっている状況です。で、DDBJ で動かしておりますけれども、昔のマシン自体は、DBCLS のマシンを使ってましたが、まあ、その時はですね、割とマシンが非力であったがために解析のスピードが出ませんでした。で、どなたかがヘビーな解析をしているとその他の人がほとんど解析ができないという状況でしたが、DDBJ のスーパーコンピューターが、の元でマイギャップを運用することによって比較的、最近は、それほどストレスを感じずに皆さん、使っていただくことができるようになっているんじゃないかと思っています。で、微生物ゲノム解析の流れを少しだけ最初に説明しておきます。で、昔の3ガー型のシーケンサーを使っている時っていうのはかなり、プロシージャーは結構複雑だったんですけれども、最近では比較的簡単に、ゲノム解読ができるようになっています。で、NGS、これ、ネクストジェネレーションシーケンサー、新型シーケンサーで、まあ、シーケンシングをしてあげると。で、もうこの段階で、例えば先ほど申し上げたように、メタゲノムなんかだったら DDBJ の DRA にも直に登録してしまうっていう手もあります。で、こうすると、何が登録されるかというと、じゃあそのシーケンス自体、配列自体が、まあ、どこから取られたものですかとかですね、例えばメタゲノムの場合だったら、人の腸内のメタゲノムとかだったら何歳の人で、ジェンダーは何かとかですね、あとは、まあ、BMI 値がどれぐらいかとか、まあ、いろいろなそういうデータがありますけれども、そういうデータとともにこの DRA というところに登録をしてしまうっていう手があります。まあ、しかしながらそれはただの配列の塊、例えば1億本ぐらいのショートリードの塊ですから、まあ、それを登録したところでですね、何も、そこから先どうしようもないわけですね。で、したがって、通常微生物ゲノムの解析の時っていうのは、この、新型シーケンサーで得られた配列をまずアッセンブルをしてあげて、もしくはスキャフォールディングをしてあげて、コンティグもしくはスキャフォールドというものを作り上げます。で、そこから、実は運命が2つに分かれますけれども、このコンティグ大概ですね、例えばある微生物を細菌バクテリアとかですね、新型シーケンサーでゲノム解読をしますといったときに、新型シーケンサーを使えば、まあ、2、3日そこらで結果が返ってきますけれども、返ってきた後、まあ、アッセンブルをして、まあ、スキャフォールディングをすることによって、すべての、バクテリアゲノムが再現できるわけではありません。ほぼ無理です。で、比較的簡単な、例えばその水平電波の遺伝子、IS やらトランスポゾンとかっていうものをあまり含んでない、もしくはファージを含んでないようなバクテリアゲノムを、解読する場合は、まあ、要はリピート配列ですね、というものが少ないような場合は、ここ の, アッセンブル、スカフォールディングのところで、ある程度うまく、元の微生物の全体の、ビヘビアを、解読することができますが、例えば、僕が経験した、微生物ゲノムの中で、まあ、割とひどいものばっかり経験してますけど、一番最初にやったのは大腸菌 O157 境株ですけれども、ゲノムの時は非常に苦労しています。で、それは NGS を使ってるわけではなくて、当時はまだ3ガー型のシーケンサーでしたが、実は境株の中には18匹のプロファージが入っています。で、まあ、その中に有名なSLT1、SLT2 と呼ばれるシガライクトクシンですね、のを積んだファージ、933W とかが入っていますけれども、まあ、その18匹のプロファージが入っていました。で、それらはラムダ用ファージでして、18匹同士が極めてよく似ている配列です。で、そうするとこのコンティグを作った時にものすごい数のコンティグが出来上がります。
大体ですね、600個ぐらいとか700個ぐらいのコンティグが出来上がってしまいます。でさらにもっとひどい、バクテリアだったのは、ツツガムシ病の原因菌ですね、だったオリエンチアツツガムシという、ダニですね、ツツガムシの、ダニ、唾液腺かなのかな、中に住んでいる、微生物だと思いますけれども、まあ、それの、バクテリアゲノムをやった時は、たかだか全長が 2.4 メガぐらいの割とちっちゃいバクテリアだったんですけど、その半分以上 60% 以上がリピート配列でした。したがってこの、ショットガン法によるこのアッセンブルは全くできず、非常に苦労しました。でその時もコンティグ自体は1000を超える、たかだか 2.4 メガのバクテリアなのに1000を超えるようなコンティグ配列がプロデュースされるという状況でした。でしたがって、ここで先ほど運命が分かれると言いましたけれども、もし皆さん方がこれから微生物ゲノムをなんとか自分でやりたいぞとっていうふうに思われた時、まずここまではこう簡単にというかある程度、シーケンスが出てコンピューターを使って、アッセンブルができればコンティグというのは自動的にほぼ、生成することができます。でこのあと実は分かれ道があって、もうこのコンティグさえできてしまえば、あとはこの中から何か注目している病原因子なり何なりを探すだけで、あとは別にバクテリアゲノムをこうコンプリートする、要するに輪っかのようにしてあげるっていう必要はありませんよ、要するにその中の病原因子さえ分かりゃいいんだよっていうような、例えば研究をされる場合は、これはもう迷わずこちら側に行かれた方がいいでしょうということです。でそうするとこのコンティグ配列のまま実はデータベースに登録をして、すなわち登録をするということはアクセション番号を得られますから、論文を書くことができるということを意味しています。でしたがってあのコンティグ状態のままこちらで登録をしてしまう。でもう一つは、やはりこれはきっちりと、全体像を決めておきたいんだという強い意志をもし持っておられるならば、ここからまあギャップクロージングということを、コンピューターの中もしくは実験的に行ってあげるのと、あと最終的にちゃんとジーンアノテーション、要するにここからゲノム配列のここからここまでは、あるジーンをコードしてますよ、でここからここまでは RNA ですよというような形で、アノテーションをきっちりとしてある。でそのアノテーションとゲノムの情報を両方 DDBJ に登録をする。でこのことによってアクセション番号を得るということができます。で当然ですね、この WGS に登録をするときは、アノテーション情報は必要ありません。要はコンティグ配列とその微生物、お前たちが解析したその微生物は何だっていうようなものを、メタデータと言いますけど、それさえ一緒に登録してあげればアクセション番号を得ることができます。だから遺伝子どこに何個、どこにどういう遺伝子がコードされているかっていうことも登録する必要はありません。例えば最近例えばジャーナル・オブ・バクテリオロジー、ジャーバクのですね、昔はジャーバクの中に入ってましたけど、ゲノムゲノムアノテーションでしたっけ、なんだっけ忘れちゃったな、雑誌が分離しました。それはバクテリアゲノムがボン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 最近出てきますから、それをジャーバクに載せてたらキリがないので、雑誌を分けて、そのバクテリアのゲノムだけをこう、たかだか1ページぐらいだと思いますけども、の論文で載せていくという雑誌がありますけれども、そういう雑誌に登録するときは、これに登録しておけば十分です。ところがきっちりとですね、ちゃんとその微生物の全体をきっちりと、出して、どういう遺伝子がどれぐらいあって、例えばケグのパスウェイ解析をして、こういう栄養要求性があるからこういう表現系が出てくるんですよっていうようなところまできっちりと論文を作成していこうという時には、やはりこちら側の、解析が必要になってくるだろうということです。でこのような流れがありますけれども、いずれにしても MyGAP っていうのはどこで使えるかというと、一つはこのコンティグが出てきた時に MyGAP を使うことができます。でそうすると、例えば登録自体はこのコンティグ配列をシュッとこの DDBJWGS というところに登録しちゃえばいいんですが、やはりそれだけでは、何のためにシーケンスしたのかさっぱり分かりませんから、どんな遺伝子があるんだろう、病原性の遺伝子があるのかなっていうことをきっちり調べるために、この MyGAP にこのコンティグ配列を入力してあげて、それでどういう遺伝子がありますかという、あとオートアノテーション、機械によるアノテーションの情報を得るというのが一つここで使えるわけです。もう一つこちら側ではきっちりとギャップクロージングをして、バクテリアのゲノムのすべてホールゲノムシーケンスを決定した後でアノテーションするときにも MyGAP は簡易的に使うことができます。
で、まあ、そこでオートアノテーション、機械によるオートアノテーションをしてあげた後に、やはりそこは研究者がきっちりと目を通して最終的にアノテーションを決定して、それを DDBJ に登録をすると。で、論文を仕上げていくというような流れになろうかと思います。まあ、いずれにしても MyGap はまあこういうところで使えるので、もし皆さんが MyGap を使われたいというときは、こういうところで使っていくことができるようになると思います。で、本日の内容ですけれども、まあ、すでに MyGap とは何ぞやというお話を少しさせていただきましたけれども、まあ、ここにいくつかこう書いてありますけれども、MyGap 自体は一番最初の思想は何だったかというと、昔、その我々が O157 ゲノムとかをやっていた時代っていうのは、そのゲノム解析であるとかアノテーションっていうものは割とちょっともう特殊な世界、特殊な研究者の世界だったんですが、それが新型シーケンサーが出てきて一般化することによって、より多くの方々が簡便に使えるようにしなければいけないというような思想で MyGap を始めています。従いまして MyGap 自体の操作は、まあ、今日は皆さんパソコンを持って実習形式ということなんですけど、皆さんがやるべきことはマウスで一箇所クリックするだけです。それぐらい簡単な状態で使うことができるようなアプリケーションになっています。で、したがって今日説明といってもですね、あんまり説明することがないので、こんだけ前置きが長くなっているんですけれども、という状況にあります。で、まあ、そのMyGapですけれども、細かく少し見ていきます。で、まあ、真核微生物を含む未知微生物ゲノム塩基配列に、まあ、自動的にアノテーションを付加するパイプライン、解析パイプラインです。で、MyGapで付加するアノテーション情報というのは ORF、まあ、コーディングシーケンス、遺伝子の領域ですね、の同定と、まあ、フィーチャーとしての登録、まあ、その中身が何なのかということです。で、これも遺伝子は、メタジーンアノテーターとかグリマーとかアウグストゥス、まあ、これは真核用ですね、というような、まあ、定番のよく評判の良いですね、遺伝子予測を、まあ、計算機の中でかけてあげます。で、当然リボソームバインディングサイトというものも、まあ、このメタジーンアノテーターというソフトウェアを使えば、これは予測してくれますので、まあ、こういうところでスタートコドンを比較的正確、まあ、8割から9割ぐらいの角度で、正確に決定することができるようになっています。で、あとはリポソーマル RNA の予測も RNA マーと呼ばれているソフトウェアを使って予測をかけています。で、また RNA マーというのは、まあ、学習型の、遺伝子予測ツールですけれども、まあ、これの学習させるときに使っている学習用のデータベースがありますけれども、それらも、我々の中でですね、きっちりと、16S リボソマル RNA の配列を頭から最後まで、これなかなか難しいんですけれども、それをきっちりと決定してあげて、まあ、それによって学習させたオリジナルの RNA マーを使っています。で、tRNA の予測は tRNA スキャン SE という、これも定評のあるソフトウェアを使っています。で、またアミノ酸の配列に翻訳をしてあげて、そいつら、予測した遺伝子配列をデータベースに相同性検索をかけて、最終的に何とヒットしたのかというのを情報を取り出してきて、アノテーション情報として皆さんに宛に返すというようなやり方をとっています。はい。で、まあ、投入できるデータ、じゃあどういうデータが投入できるのかということですけれども、まあ、一つは、まあ、とにかくゲノムの塩基配列です。で、塩基配列のフォーマット自体は、いわゆるFASTA形式と呼ばれている形式、もしくは、まあ、テキスト、普通のテキスト、ATGC が並んだだけのテキスト形式か、どちらかです。で、一般、普通の、ホールゲノムの場合は、シーケンスの場合は当然ファスタ形式って配列一つになっていますけれども、先ほど申し上げたコンティグ配列の場合っていうのは、いくつもの配列が、連なったようなファイルが一つ出来上がっているわけですけれども、まあ、そのような複数のコンティグに分かれていても、この MyGap は読み込むことができます。まあ、そういうのを我々は一般的にはマルチプルファスト A、 マルチファスタとかっていう言い方をしますけども、そういう形式のファイルも読むことができます。ただですね、こういう宣伝を昔ずっとしていたんですけれども、そうすると割とヘビーなユーザーが無茶な解析を要求してきたりして、もう浅いシーケンスしかしていなくても、もうものすごくたくさんコンティグが生まれてしまったようなファイルを入力ファイルとしてしまうことで、ものすごく膨大な計算時間がかかってしまったというケースがありますので、今は可能なコンティグ数が1万個が上限になっています。したがって、まあ100個とか200個とかだったら比較的簡単に計算を受け付けていくことができますけれども、まだシーケンスをあんまりしていない
軽くしかシーケンシングをしていないっていうようなデータは可能な限り投入しないようにしていただけると非常に助かります。まあ、ここですね、次世代シーケンサーのショートリードのシングルトンを投入することはできるだけ避けていただきたいと。なるべく長いコンティング、例えば、まあ、あのバクテリアの遺伝子の平均長っていうのがだいたい900ベースから1000ベースの間ですから、最悪でもですね、それよりも長いコンティグを投入していただけると、我々としては助かります。でまたこのパイプラインを使って最終的に出てくる結果ですけれども、いろいろな形式で、あのデータあの結果を吐き出すことができるようになります。この辺は後でまた実習の時にでも一緒に、させていただければいいなと思います。ではパイプラインの入り口です。で最初少しだけあの説明して、あのその直後に皆さんにログインをしていただいて使っていくという形にしたいと思います。でまずパイプラインの入り口ですけども、MyGap 自体はもう Google かなんかで MyGap と入れていただければ出てきますし、あの www.mygap.org にアクセスをしていただければこういう画面が出てきます。でここのですね、なんか2つ、少し似たような、アイコンが並んでますけれども、この上側のパイプラインにログインと書いてあるところを、クリックしていただくと、こういう、画面が出てきます。でここのログインというところを押すと、この、ユーザー ID とパスワードを要求されますので、ここに、ユーザー ID とパスワードを、入れていただくとログインすることができるようになります。それでは一回ちょっとあのPDF から離れていただいて、ブラウザーを立ち上げていただいて、この MyGap に一回ログインをしてみましょう。間違った。これか。MyGap ログインされると、MyGap のページ自体はこういうページになってます。で、すでにNBDC の方から事前連絡として DDBJ のアカウントMyGap利用のためのアカウント申請をしていただいていると思いますけども、それでよろしいでしょうか。でこの MyGap は DDBJ のウェブツールの一環として動いていますので、今日お持ちでない方は、アクセスをすることが残念ながらできませんが、事前に持っておられる方は登録しておられる方はそれでアクセスをできるようになります。でこのパイプラインにログインというこのアイコンのところをクリックしていただくと、こういう、あこれ僕ログアウトしないのしましょう。でこういう画面になります。でここの左上のログインというところを押していただくと、ユーザー ID とパスワードを聞いていきますので、ここでユーザー ID と皆さんに付与されているユーザー ID とパスワードを入れて、ログインとしていただくと。よろしいでしょうか。こんな感じになります。でここでまず確認をしていただきたいんですけれども、ここですね、私の、これ ID 名がここに載ってますけれども、あとその横っちょのところにビューメニューとかハイドメニューとか書いてあります。でこれ押してみていただくとどういう動作をするかっていうのがすぐ分かっていただきます。でハイドメニューとすると、左側にあった縦のメニューが消えるっていう、ただそれだけです。でビューメニューとするとそれが見えてくると。でこれなんでこんな機能があるかというと、これのあともう少し経てば分かっていただけると思います。いずれにしてもちょっと横に長い窓になりますので、この左側にこの縦メニューがあるとこれ邪魔になるので、それを消しましょうというような、配慮になっています。でいずれにしてもこのようなメニューが出てきているかと思います。でここでですね、まず一番最初どこから行きましょうかね。例えばカレントプロセスっていう一番下のところをクリックしていただくと、遅い、多分僕と同じような窓が皆さん開いてるんではないかと思います。でこれ何かというと、7月12日だから、さっきですね15時5分に、これ多分どなたかが投入されたジョブがここに、動いているということが、示されています。すなわち MyGap を使ってどんな計算が今されているかっていうのがここに表示されるということです。で、後でもう一回このカレントプロセスというところを見ていただきます。それは皆さんがご自身のデータを入れられたときに、どういうふうにここが見えるのかということを後でお示しします。で、ここにジョブキャンセルってなんかでっかいボタンがありますけれども、
実は皆さんがご自身でこの投入されると、このカレントプロセスというところを押すと、この下の方に実は皆さんのジョブもここに表示されるようになります。で、なんか間違ってしまったと、ちょっと変なファイルを投入してしまったっていう時は、このジョブキャンセルというボタンを押すと、自分自身が投入したジョブに関してはキャンセルすることができます。当然人のジョブはキャンセルすることはできません。したがってこの下のところに後で現れてきますけども、それができるようになります。はい。であとはですね、これも少し後でご説明することになると思いますけども、ユーザーレベル、このチェンジユーザーレベルっていうところがありますけど、こう押していただくと、ちょっと僕の画面とは違う画面になっているのではないかなと思います。で、これを見ていただくと3つあります。で、 B マイギャップ、 S マイギャップ、 G マイギャップという 3つの、実は、ユーザーレベルを設けています。で、これは何かというと、まあ、B マイギャップ、これはどこぞの航空会社の、ポイントじゃないんですけど、これブロンズです。で、シルバー、ゴールドという形になっていて、このブロンズ、皆さんはこのまず、もう実際使っておられる方はこれが違うと思うんですけど、皆さんまず B になってます。ブロンズです。まずブロンズからスタートしていただくと。で、ブロンズからスタートしますけども、じゃあブロンズは何ができるのかというと、実はもう後で実際のジョブ投入画面に行きますけれども、このブロンズ級の人は実は中身をいじくることが一切できません。すなわち配列をアップロードして動きなさい、ランっていうボタンを押すのみです。そうすると結果が自動的に返ってくるっていうだけです。で、それが実は S シルバーとかゴールドになってくると、徐々にできることが増えていきます。例えばシルバーの方だったならば、例えばこのブラストで相動性検索をかけるんですけれども、その時の敷地、ホモロジーの敷地、相動性の敷地をすごく厳しくしたいよとかですね、あとはデータベースでこういう特殊なデータベースを使いたいよとかですね、っていうようなことが、できるようになってきます。で、 G マイギャップになってくると、その自分で作り上げたプロトコールをこのマイギャップ上に保存して、いくつもいくつもプロトコールを作って、それを自分たちの中で共有しながら何か使ったりするというようなこともできるようになってきます。で、したがって、ブロンズ、シルバー、ゴールドになるにしたがって、できることがたくさん増えてくるというふうにお考えください。で、じゃあどうやったら航空機の場合はですね、たくさん乗りゃ自動的にアップグレードしていくんですけど、このマイギャップの場合はどうなっているかというと、たくさん解析をしていただけるとアップグレードできます。で、今基本的には、B マイギャップを使って10回解析をしていただくと S マイギャップにアップグレードする権利を得ることができるというような形になっています。で、なんでこんなことをやっているのかというと、別に我々航空会社でも何でもなくて、そのお客様を集めるためとかそういうことではありません。要はアノテーションっていうのは、なんか結構面倒くさい作業に思われがちなんですけども、僕らからするとそれは作業ではなくてちゃんとした解析だと思っています。したがって、例えば自分の研究室で微生物ゲノムが1個できたよ、シーケンスできたよ、じゃあこれなんか俺やるのちょっと面倒くせえから学生みんな集めてちょっと学生やってよ、これではいいデータにはなりません。で、すなわちそこはやっぱり知識のある先生がきっちりと目を通してきっちりとアノテーションをしていくということが、ちゃんとした、研究につながっていく。したがってこのアノテーションという作業は非常に重要であると僕らは思っています。したがって最初皆様方にはそういう過程をですね、ちょっとずつこう、勉強していっていただきながら、最終的にも自由度の高い、ソフトウェアを使っていただくというような形にしています。ただ俺はそんな七面倒くさいこと嫌だから、最初からこの G 使わせろとっていう方は管理者宛てにメールをいただきますと、すぐに変更することもできます。だからそういう形に、僕らオートマチックにはそういうことをやってますけれども、もしくは最初からちゃんと使いたいんだっていう要望にはその都度お答えしますので、その時はメールをください。
であとじゃあどこで、まあ、とにかく投入するんだというところの一番上のパイプラインというところを押していただくとその、ジョブの投入画面になります。でジョブの投入画面はもうこれだけです。でまず一番上にこのインプットパイプラインというところで現在走っているプロセスがここに出ています。2件走っています。でまあそれはこれただ表示されているだけです。したがってなんかこのウェイティングっていうところにものすごい数もしくは入っていたとしたら今投入したって計算全然終わんないからちょっとやめとこうかとかっていうこともできるわけです。したがってなんかここの様子とかですねあとカレントプロセスとか、まあ、この辺をチェックしていただいて、まあ、空いてる時に投入をドンとしていただくといいかもしれません。で皆さんに書いていただくのはこのパイプラインネームのところです。でこれ別に何でも構いません。テストとかあと、書かなくても結構です。書かなかったら今日解析を投入した日付と時刻が入ります。後々入ります。であとは例えば皆さんのパソコン上にあるファイルをこのボタンで選択をしてあげる、もしくはここの部分に、配列をコピーペーストしてあげる。であとは、その配列自身がリニアなのかサーキュラーなのか、要するにプラスミドのようなものとかですね、まあもう完全ゲノム配列、バクテリアの場合完全ゲノム配列だと、まあ、サーキュラーにのものが多いですけれども、まあ、サーキュラーなのかリニアなのか、断片配列だったらリニアにしてください。でサーキュラーなのかっていう違いとか、あとバクテリアなんですか、古細菌なんですか、それともなんか真核の、ファンガスとかなんですかっていうようなことを、まあ、この中から選んでいただきます。でこのユーカリアのところに横にこう、今、グレーになってますけれども、こうしてあげるといろいろ出てきます。アスペルギラスとか出てきますけれども、これ何かといったら真核微生物ファンガスとかをこのマイギャップを使ってアノテーションするときに、遺伝子領域を同定するためにその予測モデルを使わなければいけません。でその遺伝子予測モデルっていうのは種によってものすごく偏りがありますから、この中からですねご自身が解析されるゲノムの中で一番近いものをこう選んであげるっていうのが重要になってきます。で一番近いものを選んであげて、選択すると、まあ、そのすでに分かっているその遺伝子のモデルに対しモデルを使って遺伝子予測をかけてくれますので比較的正確な遺伝子予測をやってくれます。もしここがむちゃくちゃなものを選択してしまうと結構答えがむちゃくちゃな答えになってきますのでそこは要注意ください。注意してください。はい、まあ、このようなものです。で一番下にランとかクリアとかありますけど、要はここになんかタイトル、このジョブのタイトルを入れてあげてファイルを選択してあげて、まあ、このリニア、サーキュラー、バクテリア、アーキアっていうのを選んであげてこのランっていうボタンを押すともう解析が始まってしまいます。要は、ブロンズだと、このぐらい、これぐらいの、作業量で、最後まで、解析が進んでいくことになります。それではですね、もう早速ですけれども、先ほど一番最初にですね、我々の東工大のホームページにアクセスしていただきましたけれども、そこのですね、このショート FST と一番上に書いてあります。これをですね、どこか、まあ、Windows でも Mac でも何でもいいですけど、ダウンロードしてください。クリックしちゃうと、表示されちゃうだけなんじゃないかなと思うんで、ファイルごとダウンロードしていただいた方がいいかもしれないです。どこにダウンロードされたんだ。そしたらですね、ここに何でもいいです。ご自身で適当に、まあ、ショート、FST とかでもいいですけど、何でもいいです。名前つけていただいて、ファイルを選択していただいて、で、これはリニアでバクテリアを選択してください。リニアでバクテリアを選択してください。ちなみにどんな配列かっていうのを少しお見せしておくと、こんな配列です。
もうまさしく普通の配列で、だいたい7キロぐらいの配列です。これは何かというと、無理やり作った配列、ちっちゃめの配列を入れています。で、用意ができた方は、もうこのランボタンを押しちゃってください。多分皆さんで今押すと、ここのネットワーク自体もうビジーになると思うので、結構大変かもしれない。そうするとこのカレントプロセスっていうところを押してみていただけます？そうすると今多分皆さん割と投入していただいた方がですね、こう順々にこう出ていってる状況ですね。今パイプラインっていう頭のところに行くとランニングが4でウェイティングが5っていう形で皆さんの投入されたものが今待ち行列に入っていってると思います。はい、ちょっとこれ全員でやってるので結構時間がかかるかもしれないので元に戻って説明を続けます。でまた後で帰ってきますので、その時に結果を見たいと思います。でこのようにして、ログインをしていただいて、もう一回説明になっちゃいますけれども、この水平メニューっていうのがありますけれども、ここも、ログアウトとかですね、あとヘルプとかコンタクトアスとか、こんなメニューしかなくて、あとここメニューを隠しますか表示しますかだけですね。あとこの垂直メニュー、これしかありません。で、マイギャップの基本操作として、ここに先ほど説明しましたけど B マイギャップ、S マイギャップ、G マイギャップというのがあって、投入数10回までは B マイギャップになって、それを超えますと S マイギャップが使えるようになってきます。で、さらに、メールをいただければ G マイギャップにもすることができますので、それはぜひ、やってみてください。あ、ここに書いてありますね。 B マイギャップブロンズレベルで、初級者は10ジョブ投入までで、 S でパラメーターを、いじくることは一切できない状況です。で、 S マイギャップになると、シルバーレベルで、上級になってパラメーターを変更したりデータベースをいろいろと選択をしたり、あとはですね、今 B マイギャップっていうのは最後の方で説明しますけれども、パイプラインがですね、一方通行でスッとこう流れるようになっています。ところが S マイギャップとか G マイギャップになってくると、あるデータベースを検索した後にそこでもしいい結果が出なかったらこっちに分岐しますよっていうような分岐処理をするようなことができるようになってきます。で、したがってより手厚いアノテーションができるようになってくるというような形になっています。で、カレントジョブですけれども、先ほど説明したようにここにですね、ポッチがある、これピンク色になっているのと同時にここにラジオボックスが出現しています。これがご自身の投入されたジョブになります。したがって先ほどのウェブの方に戻っていただくと、このピンク色のがこれ僕が投入しているジョブですね。で、この横にだけポッチマークがあります。で、このジョブをキャンセルしたいときは実はこれをポチッと押してあげて、このジョブキャンセルというボタンを押すと自分のジョブがキャンセルされますということになります。で、ここでトップのところに出てきますので、もしジョブを投入されるときはこの辺の数値も少し見ながらですね、いつ投入すればいいのかっていうのを見計らっていただけるといいと思います。で、ここがもう次のところに入りますね。じゃあちょっとここで元に戻ってみましょうか。あ、やっぱ時間かかりますね。あ、どなたか多分終わられてるのかな。走ってる最中でもいいんですけど、このウェイティングリスト、これ多分皆様方だと思いますけれども、このウェイティングリストに入っておられる方は多分まだ全然計算が始まっていない状況だと思います。で、この上の、多分この辺僕ですね、これ僕ですけど、このお二方、僕入れて二人はですね、多分、そろそろ結果を 見ることができるようになってます。すなわち、このマイギャップ、特に B マイギャップですけれども、どういうふうに計算が進んでいくかというと、ちょっとそれを先にご説明しちゃいましょう。この資料のちょっと最後の方になりますけれども、これが B マイギャップの解析フローになっています。
でまずここです。複数コンティグからなるような塩基配列をまあ投入してあげると、まあ、配列が本当に正しそうかどうかっていうのはまあ一応チェックをかけてあげて、まず ORF を同定します。でこれはメタジン、デフォルトではメタジンアノテーターと呼ばれている評判のいいソフトを使います。でなおかつ次に tRNA スキャン SE を使って tRNA を同定して、でまず 16S リボソーマル RNA を同定します。でさらに他の 23S とか 5S を同定します。で、16S だけ先に同定しているのは、我々が作っている独自の、非常に、ハイレベルな 16S のデータがありますので、まあ、それを使ってきっちりと 16S をまず決定してあげる。で実はこれまだ実装はしていないんですけれども、まあ、ここで 16S を先に決定してより近縁なバクテリアゲノムとだけ比較ゲノム解析をするっていうツールを実は裏側で持ってやります。ただまあそれをちょっと入れ込むと複雑になってしまうので現在は入れていません。で、まあ、最終的に RNMR を使ってリボソーマ RNA を同定します。でこの段階でここまでは非常に早く計算が終わります。すぐ終わります。空いていればというか、ジョブがちゃんと走る、ウェイティングではなくてジョブが走っていれば、1分かからずに終わります。でこの段階で実は描画をします。要するにゲノムマップを描くことができます。すなわち投入された配列の中でどの領域が遺伝子でどの領域が RNA でっていうような表示をすることができます。したがってこの段階で皆さんは全ての計算は終わってないんですけれども、ゲノムのマップを見ることができるようになります。でその後バックグラウンドでは計算をしていて、まず第一段階の相同性検索をします。要するにここで、遺伝子を予測した遺伝子に対してまず COG、コグと呼ばれている、データベースに対してホモロジー解析を行います。このコグとは何かというとクラスターオブオロソロガスグループスと呼ばれているもので、非常に古いデータベースです。でこれはバクテリアゲノムを集めてきてお互い似ているような遺伝子だけをクラスターにして集めてきたデータベースになります。でしたがってある遺伝子の群集は、まあ、大腸菌から枯草菌からいろんな菌から取ってきた遺伝子の塊 でこれはどうも、コアなメタボリズムに何か関与してますよっていうようなデータベースになっています。でこれは非常にちっちゃいデータベースですので、まずこのコグを使ってあげて、ここで予測された遺伝子がまあ、おおよそどんな種類の遺伝子なのかっていうのをまずアノテーションします。でその次に、これは今度レフセックと呼ばれている NCBI が作っているアノテーションデータベースがあるんですけども、その中から、マイクロビアルのデータベースに対してやはり相当性検索をかけます。でこれも近年ものすごく大きくなってきているんですけども、まあ、それでも全体のデータベースから比べると比較的ちっちゃいので、まあ、これを使ってバクテリアにだけ特化したような形で、相同性検索をかけます。でここの段階でまず一段落して、で例えば皆さん大腸菌の菌園種、例えば EPEC とかですね、 EHEC とかなんかそういうものを新しく患者さんから単位をして、でそれをゲノム解読をしましょうといったときは、すでに40種類を超える大腸菌株っていうのはこのデータベースに入っていますから、ほとんどの遺伝子はこの段階でアノテーションがつきます。ところがなんかもうどっかの温泉から取ってきたようなわけのわからないようなバクテリアを、通常僕らがそれよくやってますけども、そういうバクテリアを投入するとここまでやってもほとんどの遺伝子は何のアノテーションもつきません。何の遺伝子かさっぱり分かりませんという時に、もしここでヒットがないならば、このトレンブルと呼ばれている大きいデータベース、これは全ての遺伝子が入ったようなデータベースですけども、そのトレンブルというデータベースに対してブラストをかけます。でもしここまででヒットが終わっているんだったならば、この工程は飛ばしますよっていうような分岐がここであります。このような形になっています。で見ていただくと、この、水色で書いてあるところを見ていただくといいんですけど、これ HM、 ここに注釈が書いてありますけど、 HM っていうのはホモロジーパーセントで、 OV っていうのは、オーバーラップをというの略になってます。これは何かといったら、この予測した遺伝子をこのデータベースでブラストをヒットさせるときに、
それがヒットしたとみなすのか、それともヒットしませんでしたとみなすのかの境界線、あのスレッショルドをこれで示しています。すなわち、マイギャップで同定した遺伝子をコグというデータベースに対してブラストで検索をかけたときに、ホモロジーが 60% 以上、その相同性が 60% 以上で、なおかつ入力した遺伝子の長さの 60% 以上の領域でそのホモロジーが得られている場合、これはヒットしたとみなしましょうということをします。でさらにその横のレフセックの時も全く同様に 60%、60% です。ところが一番最後、要するにこの2つのデータベースでもアノテーションできなかったもの、すなわち何か非常にスペシフィックな遺伝子もしくは特殊 なんかバクテリアの場合、この2つではヒットしなかった遺伝子がある、そういう場合はこのトレンブルと言われている、非常に大きい、ヒトゲノムまで入ってますけれども、そのようなデータベースを使って、ホモロジー検索をかけるんですけども、その時はできるだけ多くの情報を集めておきたいので、ホモロジー 30% オーバーラップ 30% という非常に低いスレッショールドで最後はアノテーションしています。すなわちこの最初の2つのデータベースを使ってアノテーションできた遺伝子は比較的良好なアノテーションだと思ってください。すなわちこの2つのデータベースでついた遺伝子に関しては信頼ができると思っていただいていいです。ところが、その先この2つでアノテーションできなくて最後のデータベースを使ってアノテーションしたものは、最悪この 30%30% っていう非常に低いスレッショールドで拾ってきた遺伝子である可能性が高いです、というあの遺伝子の可能性がありますから、そうするとその遺伝子自体が本当に信頼できるアノテーションがついているかどうかというのは、それはしっかりと目で見て判断していただきたいと思います。いずれにしても BMyGap 自身はこのような形で進んでいって、最終的な結果をここでプロデュースするというような流れになっています。どんな感じですかね、終わってきましたかね。あ、僕のやつは終わりましたね。そうするとですね、皆さんもちょくちょくとご自身のプロセスをチェックしていただければいいんですけど、そうするとこの、左側縦メニューのパイプラインヒストリーというところをこうクリックしてあげると、これまでに投入してきたようなパイプラインデータがここに表示されます。で、皆さん1回しか使われてないんだったら、この、これ今投入したショート FST というものですけど、この1行だけです。で、過去に何回も何回もこれを使っていると、ここにずらーっと表示されます。で、これ、この上の矢印を使うとそのページをめくれるようになってますけども、何回も使っているとここがものすごくたくさん表示されるようになります。で、ここで、見ていくのは、例えばこのショート FST っていうのが今投入した配列ですから、そこをこうポッとクリックしてあげると、こういう横長に横に展開していくような形のメニューになります。で、ここにコンティグって書いてありますけれども、今最初に投入したこのパイプラインのところで投入したのはリニアで投入しています。したがってあそこはコンティグという表示になっています。で、これもしサーキュラーで投入するとあそこはコンティグにはなります。で、いずれにしてもこれでこうしてあげると、ここにコンティグという表示が出てきて、もし皆さんが新型シーケンサーで得られたでアッセンブルをかけたコンティグ配列、例えば100本のコンティグ配列のファイルを投入して検索をかけていると、ここにコンティグがずらっと並びます。例えば例をお示しすると、これは別の例ですけれども、このような形でコンティグがドワーッと並びます。で、これページ数ですけど6ページここにあるというような状況になります。こんな状況です。したがってこれコンティグ数が100個ぐらいありますけれども、これぐらいのものをこのマイギャップの中に入れると結構めんどくさい、見るのもめんどくさいというような状況になりますから、できるだけ見たいコンティグだけを選んでやめて投入すると計算時間も早いし、見るときも簡便に見ることができるとなります。で、このショート FST ですけど、ここの一番右側のところに、このショート FST 投入した配列自身の素性がこう書いてあります。で、これを見ると、コンティグ数1ですよ、ファイルネームはショート FST ですよ、でトータルレングスは7160ベースですよ、で tRNA が1個見つかりました、でリボソマル RNA が1個見つかりました、 CDS が3つ見つかりました、
というようなオーバービューをここで見ることができます。でさらに、どれぐらい何をどうやって使ったかっていうそのプロシージャーがここに載ってますけども、で最終的なアノテーションはこういうふうにしてますよと、で結果はこうやってダウンロードできますよっていうような、こういう形の最終的な結果を見ることができます。でまあこれだけだとですね、いちいちこのファイル、あとこれ後でダウンロードしますけども、このファイルをダウンロードして展開していかないと何が起こっているのかさっぱりわからないっていうなるじゃ不便なので、実はこのコンティグというところをこうプッとこうクリックしてあげると、この右の方にちゃんとマップが出るようになっています。でこの時に実は非常に狭くなってしまうので、このハイドメニューというのをするとちょっとこう見えるようになってきます。こんな、マップがいきます。これ高々7キロしかありませんので、まあ、こんな短いものになってますけれども、こういう形です。でこの、遺伝子が先ほど3つ見つかりましたよということで、これが1つ目、これが2つ目、これが3つ目の遺伝子になります。で分かりづらいんですけど、これが tRNA で、これがリボソーマル RNA という形になります。でこの配列自身は僕無理やり大腸菌から引っぺがしてきて作った配列です。で上のところにですね、 GC コンテントと GC スキューっていうふうに書いてありますけれども、でなんかこれ両側が全く表示されてなくてバグじゃないかと思われるかもしれませんけれども、これ非常に長いゲノムを投入していただくと、ここは非常にきれいに表示されます。でスライディングウィンドウ方式って、まあ、非常にレガシーな方式でこの GC コンテンツとかスキューを書いておりますので、この頭の部分を描画することができないと。でこれサーキュラー、この、今コンティグ配列自体がですね、サーキュラーだとするとこの辺も表示することができるんですけども、今はリニアなのでここら辺を表示することができないという状況になっています。当然これ GC スキューに変えていただくと、まだこういう絵がちょっと変わります。こんなことができたりはします。はい。で、ちょっと僕の方だけ進んでもあんまり面白くはないと思うんですけど、皆さんの状況はいかがでしょうか。あ、まだ町の方が結構おられますね。で自分のところがこの辺に表示されている方、なんかこういう青い線がこう表示されている方で、先ほどパイプラインの説明を少ししましたけど、まず ORF を探して tRNA を探してリボソーマル RNA を探して、ここまで青色のバーが全部埋まっている方はすでに絵を見ることができます。でここで一旦描画をします。でその後 COG コグと呼ばれているデータベースで検索をして、レフセックのバクテリアゲノムで検索をかけてあげて、最終的に、そこでも足らなければ、トレンブルというデータベースを検索するということをやります。のでもし自分の、ご自身のプロセスで、この上の3本の青いラインがもう描画されもう書かれているっていう方は、先ほどのところに戻って絵が書かれていることを確認してみてください。そうじゃない方はちょっともう少しお待ちください。でもし表示されている方は、これをぜひ表示してみてください。計算が終わられている方はこれを表示してみてください。でまだ終わられていない方も少し、前を見ていただけると、実はこのマップ自身はクリッカブルマップになっています。当然ですけれども、例えば遺伝子ここ3つありますけれども、この最初の遺伝子の上にオンマウスオーバーをしてあげてクリックをしてあげると、まあ、別の窓がこう立ち上がってきて、この遺伝子の内容を、まあ、見ることができます。でまず、これなんかこのバックスラッシュノートイコールとかこう見慣れないものが並んでいると思いますけれども、これは何かといったらですね、ジェンバンク形式ファイルで使うときに使う、まあ、クオリファイアというかですね、フィーチャーキーになります。でおそらく、関係すると、まあ、この遺伝子のアノテーション結果ですね、まず簡単なところから始めると、右側がヌクレオチド塩基配列です。この予測した遺伝子の塩基配列で、基本的には ATG、TTG、GTG
の3種類から必ず始まっているはずです。CTG はまずないと思います。で、最後はストップコドンで終わるのかな。あ、最後ストップコドンで終わりますね、ちゃんと。っていう形になってます。で、そいつをアミノ酸に翻訳したものがこちらになります。したがってこれをもうちょっとなんかデータベースを使って詳しく調べたいなっていうときは、まあこれをコピーしてあげて NCBI なり DDBJ なりのブラスト解析とかをまあしていただくこともできるようになります。で、この左側がデータベースを使って相動性検索をやって機械が自動的につけたアノテーションリストになります。で、まあここで例えばこれコグ番号コグの0187番っていう、遺伝子のグループに属する遺伝子ですよ。で、そいつを一文字表記では L と書きますよっていうような形です。で、トランスレーションテーブルはまあ普通のバクテリアの11番を使ってますよと。で、コドンのスタートは1番、1塩基からですよっていうようなことが書いてあります。で、さらにまあ一番重要なのがこのファンクションっていうところだと思いますけれども、この場合はタイプ 2A のトポリソメラーゼというふうに、まあこれ実はジャイレースの B です。ジャイル B と呼ばれているまあ有名な遺伝子ですが、ジャイル B です。で、その下に GI 番号というのが書いてあって、これは NCBI のジェンバンクの ID になります。何にヒットしたのかということですね。で、ここで DNA ジャイレースのサブユニット B で、たまたまですけど、これ O157 の H7 から取れたものですよというようなことがずらーっとこう載っています。はい、で、一番下に行きますと、2つのデータベース、まず最初に COG というデータベースとその次に RefSeq というデータベースに、検索をかけますよということを申し上げましたけど、その2つのデータベースに対してブラスト検索を行った時の結果がここに出ています。で、まず COG の方から見てあげると、そのサブジェクト当たったものが、まあ、ECS の4634、これは大腸菌 O157 の境株、僕らが作ったゲノムですけど、それの4634番目の遺伝子に 100% マッチしましたよということです。で、ギャップも全くありませんよと。で、このショート FST というデータ自身は大腸菌の K12 の MG1655 株から僕が勝手に作った配列ですけれども、まあ、当然同じ大腸菌に 100% でマッチすると。で、下のレフセックを見ていただいても、やはり全く上と同様で DNA のジャイレースのサブユニット B に O157H7、 これは境ストレインではありませんけれども、別の O157 の、H7 の株に、ヒットしたと。で、 100% マッチですよというような結果が得られています。で、こうもうちょっと右の方にスクロールしてあげると、まあ、ここにアラインメントで赤い棒がこう2本書いてありますけど、まあ、これ何かというと、アライメントされている領域を表現しています。で、ちょっとこの 100% マッチしちゃってるのでこれさっぱり分かんないんですけれども、これよく見ていただくとですね、まあ、皆さん結果が出た時にご自身のやつで見ていただくといいんですけど、この上側の赤い頭のところがちょっと黒くなっているのが分かっていただけると思います。で、これ何を意味しているかというと、実はクエリーのスタートが23、クエリーのエンドが826です。で、アライメントレングスは804です。要は何が言いたいかというと、クエリーというのはここで予測された遺伝子の長さです。で、ここで予測された遺伝子をデータベースにある遺伝子に当ててあげると、この予測された遺伝子の23アミノ酸のところからスタートをします。すなわち、これはスタートコドンの位置がひょっとしたら間違っている可能性がある。ということを意味しています。で、実際そのアライメントをまあ眺めてみるとこんなふうになるわけですね。要はクエリーというのがこのショート FST で解析して、スタートコドンを決めた遺伝子です。遺伝子予測した遺伝子ですね。ところがデータベースに入っている遺伝子はここから登録されています。ここもメチオニンですから。そうすると、ちょっとこのスタートコドンは間違っているかもしれないねっていうことが分かります。で、そういう時どうするかというと、我々がやる次の手段はどういう手段を取るかというと、おそらくこっちが正しいだろうと思われます。で、アミノ酸のままでは絶対分かりませんから、分からないって、まあ、シグナルペプチドとか探せばいいんですが、分かりにくいですから、これを塩基配列に直してあげて、このスタートコドンの頭の方に上流に、まあ、シャインダルガルの配列と呼ばれる SD 配列っ
というものがあるかどうかというのをまず探してあげるというようなことをやります。であとはもう徹底的にデータベース検索をして、まあ、どちらの方が、多そうか、答えとして正しそうかっていうのを確かめたりします。まあ、いずれにしてもこの場合はこちらの方が多分正しいんだろうなと、多分解析が間違っているというような形になろうかと思います。で例えば、tRNA の場合は、まあ、ここをクリックしてあげると、まあ、tRNA で、出てきますと、まあ、こういうのが出てきますし、リボソマル RNA のところもこういう形で表示することができるようになっています。で次の遺伝子もこうクリックしてあげると、これも全く同じで次の遺伝子の情報がこのように出てきます。でこれも、まあ、今日はデモ用ということで、RNA ポリマレルポビーですね、RNA ポリメレースの遺伝子を持ってきました。でこいつ自身もコグに対してはルポビーというふうに 100% マッチしていて、まあ、レフセックの方ではこういうヒットです。でこちら側も何か知らないけどこう見ていってあげると、頭のところがどうも剥がれていると。だってこれをチェックするとやはり頭がずれていますねということです。でこれをもしですね、今ショート FST っていう非常に短い配列を計算してますけれども、これをちゃんとした一番最初はゲノム解析の流れといって右側の方ですね、ちゃんとしたコンプリート、ゲノムコンプリートしますよっていうところに持っていくときには、実はこの部分をしっかりと修正をしておかないと、いいデータとは言えません。でいいデータをきっちりと登録すれば、それはものすごく、リファーしてくれます。我々の O15 なのもですね、実はアメリカのウィスコンシン大学の連中と競い合って、当時競い合ってたんですけども、熾烈な国際競争のために、まあ、彼ら、ゲノムをコンプリートしないまま登録をしてしまいました。でぐちゃぐちゃの配列のまま登録したんですね。で我々はその18匹のプロファージを丹念にこう結び合わせていって、きれいなデータを登録しました。まあ、そうしたところもう圧倒的に我々の配列の方が、よく引用されるというようなことが起きています。で、したがってぜひコンプリートまでされるということをやるんであれば、きっちりとこういうアノテーションをしていっていただきたいというふうに思います。で、アノテーション自身はここで申し上げるように、こういうまず遺伝子の位置決めをする、遺伝子の位置を決めるというアノテーションと、で位置が決まった後にその遺伝子がどういう機能を持っているかという意味決めのアノテーションという2つアノテーションする必要があります。でこの場合は位置決めをちゃんとまずこの辺にしてあげる、まあ、ここが合ってるか、こっちが合ってるか、こっちが合ってるかっていうのをきっちりと調べてあげるということが一つと、でもう一つは、まあ、こいつ自身がこれ今ルポビーでしたけども、本当にルポビーでいいんですかっていうのをきっちりと決めていってあげるという、この2つの流れがアノテーションには必要になってきます。さあ皆さんのプロセスはいかがでしょうか。あ、まだお二方が待ち行列に入っておられます、ね、はい。そしたらですね、さらに、次の、計算を投入しておきましょう。でどうせ待ち行列に入っていくだけなので、それ以外の方にはご迷惑をおかけしないと思います。で次、01番から10番までありますけども、皆さんお好きなものをどれでもいいです、選んでください、何でもいいです。でこの配列はまだ実はデータベースには登録されていません。僕の、今、論文書いてるんですけど、実はそのデータですをズタズタに切って持ってきました。だからしたがって、まあ、どれ取ってもあんまり面白くないかもしれないんですけど、一応未知のものを持ってきてますので、それなりに楽しんでいただけるのかなと思います。これを先ほど同様にダウンロードしていただいて、投入して、投入してみてください。ジョブとして、
今度のこの配列はちょっと長くてですね、10キロほどあります。で、10キロベースということは、だいたい一般的にはまあ10個ぐらいの遺伝子がまあ入っているだろうというふうに思われます。したがってさらに待っていただかなければいけないので、ひょっとしたらこの講習の時間を多分軽くオーバーするではないかと思いますけれども、まあ一度見てみてください。あ、ごめんなさい。これもリニアでバクテリアで結構です。申し訳ないです。はい。では計算投入してますので、どうせ多分終わりませんから、ちょっと先に進みたいと。このようにですね、先ほどこの、パイプラインヒストリーというところから結果を見ることができますけれども、まあ、そこを押していただくとこうずらっとこういうふうに並んでいきます。で、皆さんも投入すれば投入するほどここにずら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 と並んでいきますので、ここをで自分の、投入したジョブの履歴を見ることができるようになっています。で、まあ、ここを押してあげると、まあ、やはりここでもまあジョブたくさんたくさん投入してもどんどん待ち行列に入っていくだけですから、別にどん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 登録していただいても結構です。で、その時にやはりキャンセルをしたければここでもキャンセルをすることができるようになっています。で、キャンセルをすると、まあ、本当にキャンセルしていいんですねというような形で、まあ、聞かれますけれども、ここでキャンセルをすることができます。で、またサーキュラー、最初にリニアかサーキュラーかって入れましたけども、サーキュラーっていうふうにして入れていただくと、まあ、こんな感じ、先ほどはなんか横一直線の絵になリニアの絵ですけど、こんな感じの絵も、まあ、見ることができるようになります。この辺はちょっと、はい、ちょっとこの辺あんまり、僕もあんまり使ったことがないんですけれども、本当にたくさんのデータを登録されていくと、まあ、この辺使わざるを得なくなってくると思うんですが、まあ、どのデータは、ここに並べといてもいいけど、どのデータはもう見なくていいよと、だけどちょっと捨てるには忍びないなっていう時に、まあ、隠すだけということができます。で、表面から隠すんだけどデータ自身はサーバーの方に置いときたいっていう形の時は、このヒドゥンデータリストっていうところを押していただいたりすると、まあ、ヒドゥン隠したりすることができるようになります。で、あと本当にもうここにあるのはもうこれ消しちゃっていいよっていう場合は、まあ、ここを押していただいてこのデリートっていうところを押していただくと、データ自身をサーバーからも消すことができるようになります。ただ消すときはぜひご注意いただいて、注意して消してください。で、まあ、先ほど、まあ、このコンティグというところを押してあげると、まあ、こういうような絵が描けるという、ちょっとこれ上下がバージョンが古いバージョンのスライドなので大変恐縮ですけども、ちょっと違いますけれども、こういう形で絵で表示することができるようになります。で、この絵自体は、まあ、先ほどと同じような絵が描かれていますけれども、例えばこの遺伝子をもうちょっとなんか色をつけたいとかなってくると、G マイギャップという上のグレードになってくると、まあ、この辺の描画の仕方というところら辺もいじくることができるようになりますので、自分自身でなんかいい絵が欲しいなという時は G マイギャップまでグレードアップしていただけると、まあ、そこの絵もカラフルな絵を描くことができるようになります。で、最終的に、この、遺伝子のあたりをクオリファイアをクリック、フィーチャーをクリックしてあげると、まあ、このようなデータが出てきます。で、付加された注釈アノテーション情報がこのように情報あれされて、核酸配列アミノ酸配列、あとはこの、ブラストの結果というものが見えるようになります。で、アライメントのところを表示すると、まあ、このようなブラストのアライメント結果を見ることができるようになります。で、まあ、それはですね、ブラウザを通してただ単純に見るだけなんですけれども、出てきた結果をしっかりと当然ダウンロードして自分のパソコン上で見ることができるようになっています。で、いろいろなファイルをダウンロードすることができるようになっています。で、まあ、この PDF の方にもいろいろとごちゃっと書いてますけども、まあ、実際の画面で見ていただくと、どこにそれがあるかというと、パイプラインヒストリーでこのショート FST というところを押していただくと、
この下の方のこの青い字が書いてある、青いリンクが書いてあるところですね。この辺が全部そのデータになります。で、例えばアフターアノテーション、まあ、皆さんが多分一番欲しい情報はここじゃないかなと思います。まあ、上からいきますと、例えば NA、これヌクレイクアシッドです。だから拡散配列、遺伝子の拡散配列情報がここを押していただくと、まあ、TAR-GZ の形で圧縮されていますけれども、まあ、このリザルト NA、ファスタ、TAR-GZ っていうのをダウンロードしてあげて、展開してあげると、塩基配列の塊を得ることができます。あの遺伝子ごとの塩基配列を、ダウンロードすることができます。で、例えば AA の方はこれアミノアシッドなので、遺伝子ごとの、アミノ酸配列を、ダウンロードすることができます。今試しにここで少しやってみると、これはこのままこうか。こんな感じですね。先ほどのショート FST ってやつでは3つの遺伝子がアノテーションされましたけども、その3つの遺伝子がこのような形で3つ、全てメチオニンから始まる形で、登録されたようなファイルが出来上がります。で、今なんか僕はこのターミナルって呼ばれているソフトウェア上でガチャ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 やってますけれども、実際は Mac とか Windows の上でダブルクリック、ダウンロードしたファイルを、まあ、TAR-GZ 形式なのでダブルクリックしていただくと、どんどんちゃんとしたファイルがトンと出来上がっていきます。で、さらに下の方を見ていただくと、アフターアノテーションということで、これが多分一番重要なファイルじゃないかなと思いますけど、この CSV と書いてありますけど、リザルト A CSV TAR-GZと呼ばれているファイルがあります。で、こいつは何かといったら、まあ、全ての、アノテーション情報が書かれたようなでっかい、CSV カンマセパレーティッドの、ファイルになります。で、こいつもダウンロードしてしまうと、これ出てくるのかな、これでいいか、どこに展開されるのか分かんねえ。で、この CSV ファイル自体は、ちょっと汚くて恐縮なんですが、ここですね。あ、これじゃねえのか。これじゃねえ。リザルトレーシーです。これでいいんですね。非常に横に長い、こういう Excel ファイルになってますけれども、あ、 Excel ファイル、 CSV ファイルですけれども、このフィーチャーのところに tRNA とか CDS、 これ遺伝子ですね、あとリボソマル RNA というのがあって、まあ、スタートがどこで、エンドがどこで、ストランドがどっち向きで、まあ、これ tRNA なのでアンチコドンというのが入ってますけども、まあ、このような形でずらずらずらとデータがあります。で、この辺は何を意味しているかというと、あんまりこれ気にされなくていいんですけど、これはアライメントとなんかブラストの結果が無理やり入ってます。あんまり関係ありません。見なくていいと思います。で、次からがですね、例えばこれはコグのアノテーションの結果になります。で、さらにここはブラストで GI 番号、ジェンバンクの番号ですね、まあ、このようなものがわーっとこう入っていまして、
で、ここに、ファンクションは何かっていうことで、トポイソメラーゼで、これはポリメレースで、このホモセリンのデハイドロゲネースっていうような形で、遺伝子のファンクションが並んでいますっていうような一連の、ファイルが出来上がってきます。したがって、面倒くさいので、例えばもうこの辺をガサッとこう切っちゃうとかですね、なんかこういうふうな形で、こんな感じですね。もうこの辺もいらないんじゃないかな。いらないですね。なんかわかんないんですけれども、どういう形でもいいと思いますけど、こんな感じにしてやるとすっきり見やすいアノテーションが見ることができるんではないかと思います。で、これ今たかだか7キロぐらいのちっちゃい配列を投入したので、こんなもんですけれども、これがゲノム配列クラスのものを入れてあげると、これが数千行こういうものが続いていくということになります。そうすると、この部分をしっかり目で見ながらチェックしていくと、どういう遺伝子があるのかというのを全て見ることができるようになるということです。で、このようなファイルが、ここにずらっと並んでいます。で、 DDBJ 形式、エンブル形式、ジェンバンク形式と呼ばれているような各データベース、INSDC が提供している各データベースをも、ここにデータベース形式、フォーマットで、ダウンロードすることもできます。ただ、ここで1点だけ非常に注意をしていただきたいんですけれども、ここで例えば、ジェンバンク形式とか DDBJ 形式で、ダウンロードしていただくと、いわゆるジェンバンク形式、もしくは DDBJ 形式のファイルを皆さんお手元に、ダウンロードすることができます。しかしながら、その中は、まだきっちりとアノテーションされていない、オートアノテーションでしかアノテーションされていないようなデータが載ってるだけです。で、したがってなんか必要のないブラストの結果であるとか、なんかいろいろなものがその中にはぐちゃっと入っています。したがって DDBJ 形式でダウンロードできるからといって、これをそのまま DDBJ に登録しますって言って送ると怒られます。できません。ものすごく編集をしなければいけません。したがって、ここからダウンロードできるファイルが直に DDBJ で登録できるということは、ぜひやめていただきたいと思っています。ただ、非常にそこがもし自動化ができると、すごく楽だと思います。要は、機械で先ほどのようにポチポチってやって、ランって押して、バッと結果がオートで返ってきて、それをそのままもう DDBJ に登録できれば、こんないいことはないわけですね。ということで、現在そこをなんとかしよう。というような努力はしています。ただ先ほど言ったようにアノテーションというのは研究者がきっちりと目を通す部分でもありますので、そこは非常に我々注意をしながら、やろうというふうな形で進めてはいますので、ご注意として、ここから出てくるのはあくまでも機械がやったオートアノテーションの結果であって、皆さんが参考にされるデータであるというようなレベルだと考えてください。で、この後しっかりと、注釈付けをした後、DDBJ に登録するなり、NCBI に登録するなりをしてください。ただ繰り返しですけど、我々としてはそこがオートメーションで、オートマチックでできるようなことができるように、現在努力をしているところではあります。で、これがそうですね、資料でいうと、アノテーションと注釈付け塩基配列ファイルというふうに書いてありますけれども、これがいわゆるジェンバンクフォーマットと呼ばれているものです。先ほどのジェンバンクっていうところをクリックしてダウンロードしていただくと、いわゆるこういう形で描かれたようなファイルが皆さんの手元に来ます。で、これは非常にきれいなジェンバンクフォーマットの配列、ファイルになっています。で、これもジェンバンクファイルフォーマットそのものです。多分B168 の、誤送金から取ってきたデータで、ヘッダー部分で、フィーチャーの部分で、最終的に塩基配列、ゲノムの塩基配列が書かれたような、こういう形式を取っています。これがジェンバンク形式です。で、このような形式に合わせるような形で、我々のこのMyGapっていうのも、で、結果を吐くことができるようになっています。で、しかしながら、いろいろな情報をさらに、我々独自に付加をするっていうことをやっています。で、今日はその辺は、深くは説明しませんけれども、そのような形で、我々のシステムの中では運用していっています。
で、まあ、この辺のいろいろな、説明が書いてありますけど、基本的には、塩基配列とかアミノ酸配列で、さらには注釈付けのファイルというものをあと皆さん、ダウンロードすることができるようになっています。で、少し時間が押してきましたので急ぎます。で、BMIGAP は、最初に説明しましたけど、まあ、大体これぐらいの非常に簡素なものです。で、ところが SMIGAP になりますと、まあ、皆さん今日だけでも2回、計算を投入していただいているので、あと8回投入すると SMIGAP にもうバージョンアップされます。で、されるとですね、このオプションというボタンがここに登場してきて、いろいろなものをチェック使うことが、パラメータを変更することができるようになります。例えば今はメタジンアノテーターというのがデフォルトで、ORF サーチで使われてますけども、じゃあグリマーをここで選択しましょうということもできますし、RNA のサーチも 18S ができたり、8S とかができたりします。で、さらにデータベースの検索する順番とかも変えることができたりします。これが、SMIGAP です。で、さらに上級の GMIGAP になってくると、まあ、パイプライン自体、解析パイプライン自体は自分で設計できますよということでしたけども、まあ、さらにそのパイプライン自体をこういう GUI を使って自分でパイプラインをこうサクサクこう作っていくというようなことができるようになってきます。で、まあ、ここにデータベースの一覧であるとか、こういう分岐であるとか、解析ソフトウェアっていうもののツールを積んであって、これらを自分のやりたいように組み合わせていくと、自分独自のパイプライン、解析パイプラインを作って、なおかつそのパイプライン自体を使い回しができるように登録することもできるというような形になっています。で、これが先ほどお見せした BMIGAP の解析フローですけれども、SMIGAP になってくると、今度できることがもうちょっと増えてきて、例えば、KEG で提供されているKOG と呼ばれているデータベースとか、あとは、まあ、先ほど COG というのはもう作ってませんよ、更新されてませんよということを言いましたけど、それと同じように、まあ、もっと大型の生物まで含めて、クラスター、遺伝子クラスターを作ったデータベースである EGNOG というデータベースがあります。これも非常にでかいデータベースなんですけど、こういうものを使います。ただ残念ながら半年に1回もしくは1年に1回ぐらいしか更新されないの で、 で今後も更新されるかどうかよく分かりません。で、あとトレンブルであるとか、もっとさらに大きい NCBI の NR、ノンリダンダントデータベースなんていうのを選択することもできます。ただ、この NR データベースは極めてデータベースサイズが大きいので、できるだけこれを使うと、その計算時間がものすごくたくさんかかってしまいます。したがって、なるべくこれをあんまり使わないような形に僕らはしたいと思っています。で、これが SMIGAP です。で、解析フロー自体は、まあ、できること自体は一番最上級の GMIGAP というのとほとんど変わりません。とこれらを自分で組み合わせるときに自由度がどれぐらいあるのかということで、シルバーとゴールドと違いが出てきます。まあ、まとめると、まあ、こんな感じで解析ソフトウェア自体も、まあ、いろいろなものが使えるようになっています。で、さらに、今計画している、まあ、今年度中に、多分達成できると思っていますけれども、この NCBI ブラストの代わりにですね、これ非常に遅いので、もうちょっと高速な、相動性検索ツールなんかをこの中に入れようと考えています。で、ブラストほど精度は高くなくていいんだけれども、ちょっと悪いんだけれども、もっと計算時間がですね、例えば1000倍ぐらい早いようなものを入れてあげると、これまでより圧倒的に計算速度が上がってくるので、そういうものも今搭載しようと計画をしています。あとは参照のデータベースの方も、まあ、このようなデータベースがあります。で、この辺はあんまり大きく変えるつもりは、今のところはありません。これは管理画面ですね。で、アノテーションの自動負荷の部分ですけども、これも先ほど言いましたけれども、パイプラインのところで少し説明しましたけれども、自動負荷も何をしているかというと、高級なことはしていません。とにかくブラストでデータベースに対して検索をしてあげて、スレッショールド以上だったもののうち、トップでヒットしたものをアノテーションとして採用しています。したがって、トップに非常にクオリティの高いデータベースがヒットしてくれれば、データがヒットしてくれると非常にいいんですけれども、トップヒットしたものがなんかろくでもないもの、データ由来のものにヒットしていた場合は、なかなかそれがうまく、そこからですね、いい情報を抽出することができないというようになります。はい、この辺もちょっともういいですね。
で、この資料自体は、今は先ほど最初にお見せした東工大のところに置いてありますけれども、実はマイギャップの一番最初のウェブのページ www.mygap.org っていうウェブのページからいつでもダウンロードすることができるようになってますので、いつでもそこからダウンロードしてください。したがってこの辺少し飛ばしますね。で、最終的にその gmygap ですけれども、まあ、そこまで皆さんのリクエストをくだされば gmygap にいたしますが、まあ、どういう形でパイプラインを作ることができるかというと、まあ、これウェブ上でですね、本当にマウスでここに、例えばここにあるやつ、ここにあるものをですね、マウスで掴んであげて、こいつ上にピョッとこう、マウスで持っていってあげると、まあ、ここにポッとこういうのがつくんですね。で、こういう形で、どの解析とどのデータベースをこう組み合わせていきますかっていうことを、まあ、自分でススッとこう作っていくことができる。で、最終的にはここに登録をするというようなことができるようになっています。はい。で、運用についてのお願いを最後に、させていただきたいと思います。で、一つのジョブで投入できるコンティグスは最初に申し上げた通り1万個までに限定させてください。で、同時に実行されるジョブは1個で他のジョブは待ち行列を作ります。で、ジョブの優先度は同一で追い抜きっていうのは基本的にはありません。ただですね、ちょっと度を超えたような大量の配列を解析に回される方がたまにおられます。で、そういう方はその混み具合によって実は計算の順番が後回しになる可能性があります。で、その辺はご了承ください。あ、で、投入されたジョブの送延期数によって次のジョブを投入できるまでの時間が決まってしまいますので、ご注意ください。で、はい、ということです。で、まとめが書いてありますけれども、まあ、ここで、まあ、およその説明はおります。で、今後のこのマイギャップの開発予定ですけれども、現在このマイギャップ自体はゲノム支援と呼ばれている組織で、開発が続けられています。で、今年度中にどういうふうになっていくかというと、さらに、正確なアノテーション、今はオートアノテーションですけれども、正確なアノテーションができるようにアノテーション用の、辞書というものを、まあ、共同研究者の方が提供してくださいましたので、その提供していただいた、まあ、言葉の辞書のようなものがありますけれども、その辞書をこのシステム内に搭載することによってより良いアノテーション結果を提供できるというような形に進化する、予定でおります。で、いつぐらいそれが完成するのか分かりませんけれども、年度内にはそれは搭載される予定です。で、さらに先ほど言ったように計算速度を高めるためのアプリケーションの開発も進んでいますので、それも近いうちに投入することができると思います。で、もう一点最後に、これはちょっと宣伝になってしまいますけれども、実は我々その NBDC の、受託プログラムプロジェクトといたしまして、微生物のデータベースを今現在作っております。で、名称はマイクローブ DB.jp という名前を、取っていますけれども、まあ、この HTTP この URL にアクセスしていただくと使うことができます。ベータ版です。で、このデータベース自体は遺伝子ゲノムとかタクソノミー、あとエンバイロメント環境情報ですね。で、こういうものをすべて、一つにして、もう見境なく検索ができるというようなデータベースを目指して作っております。統合データベースです。で、インターフェース自体は、まあ、よく見る、検索エンジンに近いような形をとっています。で、これまでの NCBI のデータベースとかそういうところっていうのは、我々は専門用語を知らないとなかなか検索できませんでしたけれども、まあ、ここはですね、専門用語でももちろん検索していただくことができます。遺伝子名であったりタクソノミーの名前であったり、いろいろなもので検索できますし、あと環境、例えばマリーンとかですね、ホットスプリングっていう形で検索をしていただけると、いろいろな、例えばホットスプリングだったら、温泉に住んでいるようなバクテリアの一覧、もしくはその中でのゲノムの一覧で、さらに温泉で取られてきたメタゲノムの一覧で、そこから解析された中身、群集構造とかを全部示すことができるようなデータベースになっています。で、これは多分今年度中におそらくできればいいなと思っているところなんですけども、このマイクローブ DB.jp という統合データベースと実はこのマイギャップを今連携させようとしています。すなわち皆さん方が何かどこかから新しい菌バクテリアを見つけました。で、このバクテリアのゲノム解読をしました。で、このゲノム解読をしたものをマイギャップを使ってアノテーションをしてしました。でも、この微生物のこのデータ自身が例えばどういう環境でたくさんあるんだろう、
とか、どういう病気でたくさん見つかってくるんだろうっていうようなことがもし、知りたい場合は、そのマイギャップから出てきた結果とこのマイクロブ DB.jp の中に入っているデータベースをリンクさせることによって、こういう環境データとかタクソノミーのデータとか横断的に検索ができるようになるということを今画策しています。で、したがって皆さんが今日取っていただいた ID で全部できるかどうかっていうのがちょっとそこが今障壁なんですけれども、それが ID がちゃんと融通ができればそこが全部つながって、バクテリアゲノムを解析をしただけで、例えばその解析した微生物が地球環境中のどういうところに存在しているのかとかっていうことを簡単に検索することができるようなシステムにしようとしているところです。で、また順次アナウンスをさせていただきますので、ぜひとも応援をよろしくお願いしたいと思っています。じゃあ今日はちょっとこれで時間オーバーしてしまいましたけど、これで終わりたいと思います。で、先ほど投入していただいたものですけれども、皆さんどうなっておられますでしょうか。待ってますね。多分すでにある程度結果が出つつある方もおられるとは思いますけれども、また出たら見ていていただけるといいと思います。ちょっと事前にやった結果はこちらに実はあって、これとある配列を取ってきましたけど、こんな形で見ることができます。で、たまたまこれはリボソーマル RNA がクラスターを作っているところ、これが 16S、23S、5S で tRNA がその間にこう存在するっていうのが分かっていただけると思います。で、このちっちゃい茶色のマークがありますけど、これは RBS です。リボソームバインディングサイトを予測しています。で、この遺伝子の場合、ここスタートのところで、こいつ独立しているように見えますけども、これの RBS ですね。これの RBS です。で、こいつはおそらくこっちかな、こっちの RBS ですね、っていう形で見えます。はい、一応これにて私の説明を終わらせていただきたいと思います。どうも長時間にわたりありがとうございました。何か質問ある方がおられたら、次休憩時間ですよね。連続なんでしたっけ。休憩時間とか僕その辺いますので、またお越しいただければと思います。どうもありがとうございました。